Boom shakalaka! What's up, homies? My name's D-Nice, and we are back with Phil. Why? Shiro, osai! Yeah, you're hungry, right? Yo, well, I mean, if you actually cooked your own food, this wouldn't be an issue. Just saying. But if you ordered this, it's Fujine's fault.1-2 hours, wait for it.上出来。お疲れ様、シロ。これだけあれば十分よね。私でしょ、さくらちゃんでしょ、シロとセーバーちゃん、みつづりさんのお昼ご飯。タイガ、私もここで食事をとるのですか。そうよ、せっかく学校見学に来てるんだから普段できないことをしないとね。しかし私は部外者で。細かいことは気にしないの。今日は見学に来たお客さんだし、部外者なんかでもないわよ。セーバーちゃんはシローの保護者じゃなくて家族なんだしね。うちに授業参観があったら見に来てほしいぐらいよ。私はシローの親類ですか。Well, I don't know. Like, sometimes I wonder if you're really just my relative. いつもはライダーさんがいるからいいけど、ライダーさんもふらりとどっか行っちゃうからね。そういう時、セーバーちゃん一人きりでしょ。だから、たまにはこういうこともしないとね。 Yo, she loves emphasizing だからso much. ありがとう。心遣い感謝します。先ほどの一件も含めて、今日のあなたはいつにも増して頼もしい。学校内のタイガは見違えるようです。Well, she's an ingrate when she's at my house, though, so I don't know, man. 先輩、セーバーさん、いらっしゃい。よ、お疲れさん。悪いね、今日はご馳走してくれるんだって。お邪魔しています。お二人とも今日は部活動だったのですね。はい、今日は午後からなんです。午前中は文化祭の打ち合わせを三つ釣先輩としていました。まったくこれっぽっちも決まらなかったけどね。参ったよ、飲食系はとっくに申請数オーバーしてるしさ。うちの部員たちは変に不器用なのばっかりでね。すみません、きっと一番不器用なのが私です。 Alright, hey, Sakura, we're not doing all that. We are not doing all that. Got it?いざとなればあいつに踊らせる。いや待った、演舞だったらここに達人がいるじゃないね。セーバーさん、文化祭の日って暇かな。予定がないならちょい手伝ってほしいんだけど。は、わ、私ですか。そうそう、セーバーさんさえよければうちの出し物に力を貸してくれない。セーバーさん器用だし舞台映えもするし、何より藤村先生がかなわないって。 That'd be interesting, that's for sure. 他の誰より私が見たすぎる。 I'd watch. また三つずり、そんなことをいきなり言われてもセイバーを困らせるだけだ。第一、セイバーは弓道部の部員じゃないだろう。 I mean, but she's Saber though. さっき藤村先生が言ってたじゃない、セイバーさんはエミヤの親類だって。うちの文化祭に出演してもどこもおかしくないでしょう。それはだな。So, where's your argument, buddy? それともエミヤは反対なわけ？セイバーさんがうちの文化祭に出ることは？そんなわけあるか。セイバーがホムラハラの制服を着てくれるなら、俺の3年間に思い残すことはない。ほら、決まりだ。ねえ、セイバーさん、ちょっと考えてよ。藤村先生もエミヤもこう言ってることだしさ。ええ、善処させていただきます。私でいいのでしたら喜んで。Yo, Shiro, you're right over there, man. 決まったところでお昼にしましょう。ほらシロ、お弁当広げて広げて、お腹ペコペコなんだから早く早く。いい話の持ちを台無しにしやがって。はいはい、わかりました。さくら、お茶の用意手伝ってくれ。はい、
Yeah, I'm actually making breakfast right now. それは私がやるから。こっちは昼飯をごちそうになるんだから、そんくらいはやるって。そうか。じゃあ、さくら、弁当の準備と藤姉の相手を頼む。監視を怠らないように。うん、シロ、それはどういう意味なのよ。You know exactly what that's supposed to mean. 一切りともフライングはさせません。それじゃあ先生、お弁当を広げましょうね。うんうん、今日は何かな。It's a surprise. Don't worry about all that, man. All right. After finishing lunch, we leave the archery range. The stacks of lunchboxes were weighing down our tour earlier, so they stay behind. ごちそうさまでした。ああいった昼食もいいものですね、シロ。お粗末さまでした。I'm glad you enjoyed it as well. 屋上で食べたかったんだけどな。それはまた次の機会でいいか。はい。次はぜひ屋上で。リンの話では、シロの昼食は屋上か生徒会室という話でしたから。Oh, we gonna run into Issei? The bro? Is that what we about to do? We about to do that, right? Hmm? Oh, gosh! Ohayou gozaimasu. Ohayou.というには時間が過ぎているか。体は達者か、エミヤ。Are you gonna act like she's not there or something? クズキ先生、セイバーは藤村先生から聞いている。門限までゆっくり案内をしてやりなさい。Oh, okay. I mean, can we get the tension out of the air, though? 今後ともよろしくしてやってくれ。はい。時間がありましたら。Oh, all right. That was weird. ちょい待った。セイバー、今の何?どうということはありません。たまにキャスターに呼ばれ、彼女の内職を手伝っているだけですから。What? キャスターが内職? The hell is that? 怪しさ全開な説明は、あいつがお金に困るなんてことはないだろう。What? How we? What do we? What? Hello? 私もそう思うのですが、生活を裕福にするための労働と精神を裕福にするための労働は別なのだとか。まったく、どこから注文を受けているのか。あのようなドレス、私の時代でもそうなかったというのに。はあ。So I guess she makes clothes as a side business? やりがいのある仕事なのですが。Yo, is she giving you clothes on the side for you to wear or something?おや、誰かと思えばエミヤか。This man Issei lives in this room, bro. セイバーさんもご一緒とは。そうか。連絡のあった見学者というのはセイバーさん。Why is it that nobody in this game asks why would somebody name their daughter Saber? Like, somebody please ask this question. お茶を入れよう。どうぞ、楽にしてください、セイバーさん。ありがとう。お久しぶりです、イッセ。いいのか?忙しいなら出直すけど。構わんさ。すべて雑務だ。すぐ片付けなくてはならないものでもない。I would ask if you've had lunch, but we kind of just like ate already, so yeah. You're on your own with that one. して、エミア。セイバーさんを連れて見学とのことだが、なぜここに?特に見るべきものはないと思うが。そのようなことはありません。生徒会室と一斉のことは指導から聞いていたので、どんな場所か興味があったのです。そうですか。残念だ。
二人が来ると知っていれば上等なお茶受けを買ってきたのですが。あ、いいって、そんなに気をつかなくても。それに、飯食ったばっかりだし、のど休めのお茶が最高のごちそうだよ。そうか、それはよかった。しかし、昼食はどこで取ったのだ？食堂は休みだろう。The Archery Club, man! シローにお弁当を作っていただきました。なんと。すれ違ってしまったか。 Yeah, were you trying to get free food? Is that what you were trying to do? というのに。 Ah, he's triggered. 食べ損ねてしまいましたね。 Ah, Seiba, that's messed up. How are you rubbing it in though? さて、今日は文化祭前ということで多数の生徒がおりますが、Facts. 彼らもセイバーさんの見学を心よく迎えてくれるでしょう。いい機会なのですから校舎を回ってきてください。Yeah, because she's a foreigner. You should have seen the freaking crowd of people in front of the school to begin with. いいえ、そんなことはありません。できればもう少しここで休んでいきたいのですが。そうですか。では雑談などを少し。セイバーさんには学園のことよりも学園でのエミアの話をした方がよろしいか。待て一世、何を話すつもりだ。うろたえることもあるまい。本来それが目的であろうに。第一聞かれて恥ずかしいことがあろうものか。エミアは悪行をなしているのか？いや、それはそうだけど。Well, except for having a secret stash, you know what I'm saying? Never! I would never be hiding a secret stash from you. では決まりですね。伊勢、よろしくお願いします。I don't like where this is going. The facts. さて、そうは言ったものの。何から話したものか。いざ選ぶとなると多すぎて難しいな。ここでシローは手伝いをしていると聞きましたが、どんなことを？そうですね。基本的には公共物の修繕など、何分壊れたからすぐに買い直すという余裕がないので助かっています。なるほど。確かにそれはシローの得意分野でしょう。他にも何というわけではないのですが、各行事ごとにエミアの力を貸してもらっています。というよりも、気がつくと誰かの手伝いをしているといった感はありますが。ああ、なるほど。それは確かにシローらしい。ええ、俺もそう思うのですが、それがエミアですから。Yo, leave me alone. それで伊勢、詳しく話をするとどんなものがあるのでしょう。All right, you guys are having way too much fun with this. I'd appreciate it if you chill. 長くなりますから面白いものから話していきましょう。いや、引き止めて申し訳ない。引き続き校内見学を楽しんでください。 いえ、貴重なお話でした。大河の語る素人はまた別の面を知ることができました。いや、この程度でよければいくらでも。 A very valuable talk. I have a feeling this is gonna come to bite me in the ass later. Like, for sure, man. きちんとおもてなしもできる。ええ、機会があればぜひ。一斉、お前まだ喋り足りないのかよ。Word! Haven't you done enough damage? 3年もの心のアルバムだぞ。今日はその一冊目を紐解いたに過ぎん。次は待望の2年目にだな。行こう、セイバ。Yeah, let's get out of here before this guy continues. 知らなかった。このままだと最後まで付き合わされるぞ。そうですね。それでは一斉。また後ほど。
そう、2年目はお待ちかね、メインイベントの夏合宿が控えているのだが、って消えた。 Yes。 というかだな、何か調子に乗ってひどい醜態を晒していなかったか、俺は。 Yo, this guy is supposed to be a bro and he's like legit ruining my rep, man. Oh, screw you, Issei. Oh, you are a disgrace to broism. Broism, what the hell am I talking about? I don't even know if that's like a thing, broism. 最後に、シローの教室が見たいのですが。Okay, I guess. ここがシローの教室ですか。 Yo, where's my Ren date, man? I need that in my life. 変わりはありませんね。そりゃそうだ。教室はみんな同じだって言っただろ。クラスごとに特徴が出るのは後ろの掲示板とか机の傷ぐらいなもんだ。おお、なるほど。ではシローの机はこれですね。うん、この小綺麗な机の中央に見るも無残なひび割れが、鉄槌が落ちたかのような惨劇だ。シロー、これは一体。それはフジネイがすっ転んで俺の机にヘッドバットかました後、What?流しながら授業を続けた。そうでしたか。シロらしからぬいたずらの後なので不似合いだと思ったのですが、タイガがしたというのであればそれもシロらしいと言うべきですね。なあセイバー、今さらだけどどうして学校に興味を持ったんだ？そう大きな理由はありません。ただシローの学生生活とはどのようなものだろうと興味を持っただけです。タイガとシローのおかげでこうして直接来ることができました。平日に来るべきだったかな。セイバー、授業が見たかったんだろう。そうですね、のんびり眺めてみたいものです。ですが私は霊体化できないので。霊体化できなくてもいいじゃないか。いっそ転校しちゃうのはどうだ。戸籍とか手続きとか遠坂あたりなら用意できそうだし。Speaking of Tosaka, can she get some screen time, homie? 考えてもみませんでした。だろ？よし、帰ったら。Yo, this man is smiling way too hard. I can hear it in the voice. こっちが驚くぐらいあっさりお膳立てしてくれるだろうし、フジネだって協力してくれる。はい、楽しみにしています。シロ。何かあったのか、セイバー。 Definitely a beautiful view from here, that's for sure. Oh!目立つものは何も。That is wallpaper status, man. いつも通りの不雪の街です。Actually, that reminds me. There's a couple, like, I think pictures or wallpaper that they give you in here. So I think I should rob this one. 珍しいものはないんだろ。 Well, rob one of Tosaka, actually. ですが、もう少しだけ眺めていたいのです。この景色をずっと覚えておくために。大げさだな。そんな必要はないだろう。また明日ここで見ることができるんだから。Believe she's talking about the view with you, though. Just saying. でも
あなたはそれを許せない。我慢できない人だから。そうでしょう。この誰も失われていない理想郷で、あなただけは失われたものに価値を見出そうとしている。そうだ、俺は聖杯戦争を解決する。I mean, I hope I'm actually able to end it because there's a exclamation mark scene with Caster that I can't even do because the game keeps crashing. So, I mean, there's that. So, that'd be very interesting if I'm never actually able to complete this game. はい。あなたも多くの者もそれを非難するでしょう。ですが私は尊いと思う。あなたは聖杯戦争を終わらせる。私が止めようと助けようと、結果はきっと変わらない。I really hope that's that one scene doesn't keep me from finishing the game. That'd be kind of triggering. Not gonna lie. ええ。その誇りを守り続ける。この身は最後まで、あなたの剣としてありましょう。そんなに悲しい顔をしないでください。大丈夫。仮に終わりがあるとしても、それは別れではありません。別れではない。ええ、私たちはそれぞれ望んだ未来に帰るのです。家に帰ろうか。セイバー、今日は一日ありがとう。いいえ、私の方こそありがとう、シロ。Alright, so it is nighttime, boys. Time to skip stuff. Added wallpaper. Oh, there we go. To the streets. And there's nothing new, so we're gonna go to the afternoon. And there's nothing new, so we're gonna go to night. Gonna call it a day. Go to the streets.And there's outskirts. Oh, we going outskirts, man. I saw Makidera. That's all I needed to see. I'm not doing that to myself. Wait. I'm not talking to Taiga. All right, so we have a new scene with... Why the hell is Sakura here? Well, I guess we'll find out on the next episode of Dragon Ball Z, because I need to leave in 5 minutes? No, 10 minutes, and I have no lunch prepared for work, so I need to go do that. Hope you guys enjoyed the video. If you guys liked the video, make sure to slap that like button, hit subscribe, and I'll catch you guys in the next one. Peace.